いわき平城は、道の区国岩前宮にいわき平、現在の福島県いわき市平に立地した日本の城で、いわき平藩の藩長である。別名は、龍ヶ城。遺構の一部が、いわき市指定史跡。1600年の関ヶ原の戦いの結果、それまで、飯の平城を居城としていたいわき市が追放され、1602年に、徳川幕府府大の鳥居忠政が、 飯野の平に転入した。鳥板玉魂は、都市名を戦国時代までの飯野の平から、岩木の岩の字を変更して、岩木平に改めて、岩木平藩を樹立し、飯野の八万宮を現在地である、八幡田工事に移設し、その飯野の八万宮の跡地に、岩木平城の建設を命じた。城は1603年に着工し、12年の歳月を、 費いやして1615年にはしご格式平城を完成させた。天守は作られず、本丸の三層矢倉がその代わりとなった。その姿は、岩木名物三階矢倉、龍竜のお堀に浮いて立つと歌われた。また、三を徳川よりふさの本拠地にさせたのと同じく、岩木平を鳥板政の本拠地とさせた、主な目的は、仙台を本拠地とする。 伊達政宗への牽制であった。1868年の母親戦争では、奥上津列藩同盟に組みした、当時の岩木平藩野郎、上坂女太夫は、岩木平攻防戦で、明治政府軍に敗れ、自ら城を焼け払って逃走した。城内には、五三海櫓、墨津櫓、主櫓、八宗櫓、おっ手門櫓、中門櫓、六魔角櫓などがあった。 また、茶室緑天安も記録に残っている。鳥板玉佐が岩木平を本拠地とすると、城下町の形成は、城を中心に、改装別居住区を設けない都市づくりから、城を中心に武家町、町人町、寺町を分けて、改装別居住区を設ける都市づくりに変更された。江戸と東京が同地一室、岐阜と加納が同地一室であるのと同じく、飯野平と、 岩木平は、同地遺室で都市づくりの性質が異なっている。1604年には基礎が完成し、町人たちに防災のための手桶やはしごを用意することと、清掃の徹底、町木戸の使用を命じた。さらに、十人組を作らせ、治安の責任の一端を持たせた。城下の人々の中で、特別な権利を持った商人の多くは、関ヶ原以前の岩木市の家臣や、 門伐商人出身者であった。高野町は当初は現在の八幡高寺にあり、岩木平城が建築される際に現在地に移された。また、八幡高寺には安藤氏が藩主となった時期には、藩高、資生堂が立地した。菩提院町は古くはネギ町と言われたり、立町は御勝町と言われていた。岩木平城下五地を通る馬の数は、 一口で760余りであった。また、岩木平城下には、職人も多く、家事長には、刀家事の根本国虎や鈴木貞則などの名工が、いた。町人町は、町奉行の管轄だったが、内藤市東地下で作られた、新川町、鎌田町、北目町は新しい町だったため、軍奉行の管轄となった。岩木平城下の玄関である長橋口、鎌田口、 久保町口には、早期土が設けられた。現在では、長橋口が、天子橋北口付近に、蒲田口が平大橋東口付近にあたる。現在残っている遺構は、石垣、土塁、水堀であり、一部は、丹後沢公園として残っており、この外には、岩岸以来の歴史遺産を展示する流が、白美術館が立地している。しかし、城石の大半は、 個人所有の住宅地として払い下げられており、石碑の立つ城席への立ち入りはできない。復元の話も何度かあったが、資金不足が原因でいずれも実現に至らなかった。1897年に常磐線を開通させる際には、水堀が一部埋め立てられた。主屋ぐらい石垣は2001年4月27日に、岩木市の史跡に指定されている。建築物として、 サイズ地門が、市内平富間の民家に、長橋門が、市内平新川町の民家に、どこの門か定かではないが城門が、市内平沼の内県、沼寺に、それぞれ移築され現存する。なお、岩木平城跡の住所表記は、岩木市平和座旧城跡となっている。廃城後に建てられたものでは、旧り藩町が現存している。二0 1年六月十三日には、 岩木平城跡の市民公園への移行を目指す岩木平城史跡公園の会が設立された。また、2010年以後は、毎年9月に、竜が白月見の園が開催されている。2016年9月22日には、三層矢倉の形をした高さ13メートルの看板が本丸跡地に建てられ、岩木市の市政施行50周年にあたる10月1日から10日間。 ライトアップされた。民有地から、私有地化を進め城石の整備、矢倉の復元を計画している。AB、岩き市の文化財岩き市公式 HP、ハット AB、カズヨ城出現。JR 岩き駅北側学生らが描いた、看板城下町最高の一歩へ岩き情報堂、2010年6月17日、岩き平城。 本丸跡の整備を目指し発足日々の新聞百153号、お城山の保存と活用、岩木市総合観光案内所、スタッフブログ2010年9月27日、岩木平城、跡地小糸安らぎの公園へ3ゾーンに分け、整備計画岩木観光の本丸に、平城跡市遊河へ、市長会見復興の象徴。ありがとうございます。